元大阪市長で弁護士の橋本哲氏が13日、関西テレビドットコネクトに出演。先日の東京都知事選の選挙特番で、コメンテーターとの質疑が噛み合わず、賛否の声が上がっている前、広島県秋田方市市長、石丸慎司氏についてコメントした。写真、落選後会見でマスコミに釘を刺した石丸慎司氏橋本氏は選挙特番での石丸氏の振る舞いについて、僕も実際、 選挙特番でやり取りしたんだけども、完全に彼はキャラ作りですから、ときっぱり。共演の山田邦子が、わざと、と驚くと、橋本氏は、完全にわざとです。僕との違いみたいなのを言われたけど彼の方が人間性ははるかにいい。僕が政治家の時、選挙特番で同じようなやり取りしましたけれども、僕は本当に腹立ってたからむちゃくちゃ言ってました。さっき答えたやないかとか、 同じ質問すんな。勉強してこいみたいな。でも石丸さんは完全にキャラ作りですと念を押した。その理由については、落選したのにこれだけメディアが大騒ぎになって各局呼ばれてますよ。彼は選挙終わった直後にどういう風にやれば、もっとメディアの方に自分のメッセージを乗っけることができるかっていうことで、批判覚悟であれをやってますと説明した。さらに、 以前にネット番組で対談番組やったんだけど、むちゃくちゃ高青年だから。クレバーな、僕も政治家の時にそういうことを考えながらやりとりやったことあったんでねと証言していた。